新潟市中央区で今日、行政や学校関係者などが出席し、県内企業への就職率を高めるための支援方法などについて意見を交わしました。県内企業への就職率は今年3月末現在、高卒が 88.6%、 大卒は前年に比べ 3.4 ポイント少ない 55.4% となりました。本人が一番望むような就職をしていただくというのが一番だというふうに思っておりますけれども、その中で最終的にそれが県内企業になるというところになっていただくと、我々としては非常に嬉しいなというふうに思っております。県などは今後、県内企業と生徒や学生が接する機会を増やすなどして、就職率のアップを図る方針です。